火星三角は明朝の第十二代皇帝。意味縄圧、平は清掃。日本では知性の言語から一般的に火星三角と呼ぶ。明清掃長流法像、ミ三角の弟の教王、主優の次男で、先帝である昭徳三角の重帝にあたる。兄の主圧氏広氏が先に没死したために、父の後継者となる。昭徳十四年に、 父が没するが、王位を継承する前の聖徳十六年に、聖徳三が崩御した。聖徳三の子が創生していたため、聖徳三に最も血筋が近く正当な皇族ということで、冒険でありながら皇帝に即位した。即位後、大学士要帝原の主導で聖徳三が、長愛していた千安氏、皇明を処刑して、宮中の官員を整理し、 先代の兵風を一新した。しかし火星カドは冒険でありながら、政党を主張したかったため、大礼の疑問題が発生した。火星カドは、工事カドから、いとこの聖徳カドを経て、定位を継承したため、形式上は、工事カドの子になり、工事三角及びその皇后を父母とする必要があった。しかし火星カドは、実父の教皇を皇后として扱うこととしたため、 系府上では、工事提携が消滅することになった。そのため、工事三角を高校とすることを求める、何百人もの定身たちと対抗し、意見の異なる進化を200人余りも定図への上に、解任、または投獄した。同様の問題は、北総の牧儀の洗礼があったが、その際の総の英英宋とは大きく異なる。この弾圧大国により、 皇帝に還元を行う進化が激減したとされる。反対派の急戦法と目されて遠く辺境の地に、やられ、70余りになっても成果に帰還できなかった、火星帝即位の恩人妖帝和の長男の妖とも、いた。聖徳帝の遺装で、聖徳器の悪性が一掃された。火星帝の功績として評価する見方もあるが、実際は、聖徳帝の維新が行ったことである。 火星帝自身は調整を顧りみることはなく、同郷に熱中し、青市に長じているという理由で交換に人材投与を行った。そのため、火星三角に投与され、内閣大学士に任じられて、国政を労談した玄隆氏は、青市最小と称された。先の最小で気象の荒い夏ことももともとは、青市で取り入れられた。ただし、火星帝自身は、 必ずしも政務に無関心であったわけではなくむしろ、一貫して、その主導権を握り続けようとした一方、大霊の義における官僚たちとの対立によって生じた、政治的危機を痛感して官僚が、自分の主張に賛同する体制を模索し続けたとする、評価もある。そのために、火星三角は調身を養殖に固めて、朝廷の議論を主導させることで、 自らの意向に沿った形で官僚の賛同を得て、それを口実に政策を実施する一方、その政策が失敗した場合には賛同した官僚を政策の責任者として処分した。もちろん、皇帝は官僚たちに対して、賛同する者には投与、昇進などの報奨を与え、反対する者には手椎、左遷、致死などの処分を与えることができたため、官僚たちが、 皇帝の意向に逆らうことは困難であり、結果として、火星カドは思い通りの政治を行いながら、その政治責任はすべて官僚に転化される体制が確立されたとされる。対外的には、北方のアルタンハーン率いる右翼モンゴルによる侵攻、南方では和光による衝突が発生し、国事多難の時期であったが、火星カドは、 資金城の中にこもり、自らの生活を享受し、多くの女性の怨恨を買った神宮編までに発展して行った。その後長く資金城に住まず、次々に溶接した巫女たちの二人の生き残りにも会おうとしなかった。火星45年に還元を呈した海水が巫女との離国に繋がれている最中に、火星帝は単薬を長年服したことによる中毒死で放御した。 岩本誠里恵、秋代の先生政治京都大学出版会2019年24.373から383ページ。ISBN 978から4から814002061。ありがとうございます。